流れてどこどこ行くの人も流れてどこどこ行くのそんな流れつく頃には花として花として咲かせてあげようかい泣きなさい笑いなさいいつの日かいつの日か花を咲かそうよ涙流れてどこどこ行くの愛も流れてどこどこ行くのそんな流れをこの胸に花として花として迎えてあげたい泣きなさい笑いなさいいつの日かいつの日か花を咲かそうよできる人は人として涙も流すそれが自然の歌なのさ心の中に心の中に花を咲かそうよ泣きなさい笑いなさいいつの日かいつの日か花子は咲かさないや
説明するまでもなく、私ともほとんどね、世間から落ちたり上がって落ちたりって泳いできてますからね。ちょうどもう東京行ったら、まあ大阪行ったら、ね、私一歩歩くときに大阪に2歩歩くし、私一歩歩くと東京3歩歩くし、なんでこんなにリズムが違うんだろうと思いながら、非常にね、あったりふたりしていたんですね。そして運命という一つの時間のプリズム、タイムプリズムのわけに、みんな捕まっていくんですね。だから沖縄が持つそこの時間とこの東京が持つ時間は違うんですね。だから言えば沖縄は止めどもく止めるもなく永遠に近い時間というのがねあったんですね。しかし東京の時間にもう行くと、まあ、作品作る時もね1秒2秒とかねそういう感覚で物を見るようになるという、だんだんだん私の心がそれにね適応できなくなっていくんですよね。その時ちょうどその夜の海の上がり先行った時にわーっとその無限の海の中に無限の世界の私の魂を開いていくんですね。
夫婦と一緒に住む時にその谷間に咲く黄色い花が風によってビューッと震えてるんですね。その時にこの花が来るオーラが何にも気づかなかった感じなかったんだろうということがね、一緒に蘇って子供の時トンボを追いかけたとかね、それからセミを追いかけたとかね、あの感覚が戻ってきたというね、常に時間には祖国さんのように自由な世界というかね、まあその時に出来上がった作品ですね。そしてまあまあ私たちがあまりにもディープすぎて私たちに行ってね、まあなんていうのかな、まあ飛び込む人も出てきたんですね。ちょっと飛び込んだところにこの私のカセットがあるということを聞いて非常にショックして、その後に花をね表に出していくお酒なんですけどね、まあそういう一つの流れだったんですね。まあ立て続けに二つ聞いてますけど、作品としては花の方が先なんですね。曲を歌詞は後ですけどね、ね、あれたちは、まあ、綿密に言えばあれたちの方が先、これも置かないんだろうな、ね、綿密に言えば。それならば私が夢の中にどっぷり使っていた時代をね、皆さんと旅ができればいいなと思ってました。思い出はない
花に舞い踊る四蔵よ一番雨が太陽終わりなもん16歳の頃との夢の中にずっといたと夢の中で、まあ、いつも羽衣と天狗を追いかけてたんでしょうねきっと ねだから夢の中では意外と振られないんですよ ね, ねしかし現実に来ると振られてしまうから心に傷ついてしまってねだからまあ花を作ったんですけどね一人を愛すよりも全てを愛した方が楽だと思ってしまったというまあジョークも言ってますけど、ね、まあある意味ではその沖縄音階という一つの中でね非常に私がどっぷりとという沖縄音階ですよね、まあ、その後に花が生まれたら、まあ、花が生まれたら大変だったな考えてみたら寺沢沖縄の原物という感じでねなんであなたは沖縄の代表団に日本語を使うかという、ね、言わず非常に大変だったなと、ねまあ、考えてみれば確かにね不思議だなと思うよね花が同じ生まれたのかも分からないです歌詞がね、まあ、余計な飾りがないというねまあ、飾りがないという意味ではシンプルだから沖縄の言葉であろうが問題なかったそれ今度は今逆に泣いてしまったんですねみんな沖縄の言葉で聞けなくなってしまっているという歌をあまりねこれが少し寂しいなというだから今回の作品はね今度は2つのギャップを埋めることができるかというのがテーマですねでもまあ私の非常に支持しているジョン・ポッターというね今日来てるかなもしかすると来てないかな目の前にその方が非常にね、今日は彼の私はあれ見たんですけど、ああ、もう徹底した批判から始まるんですけど、ほにゃに愛されていたんだなという、余計に逆にね、なんかね、ジョン・パッターの、その私に対する、私のその作品に対する愛を感じているのかな、非常にまあ、イギリスから沖縄音楽に惚れて、ね、沖縄まで来て住んでいるというね、まあ、そういう方々がずっと見ているんだなと思うと。ね、ちょっと私も独自になるんですけど、まだ気が抜けないなと、うん。まあ、そういうことを思いながら、もう一つ、一番仲の悪い千奈佐のお父さんの歌を歌ってください。
なら神なき一中心たゆいか海おご石繊細でね、非常にシンプルに出来上がったんですけど、その歌詞から目が笑っちゃってますけど、歌詞から非常にあの当時のね、先輩方の心の中が感じられるという、どういうことを感じるかというとね、ウグイスヌルスニア、情けない海の、ウグイスというのは自分でしょうね、けどね、情けない海との愛する人ですよね、アネルユガラスに。不倫の相手にしようんです、この自分の愛する人でね。歌を歌ってる時は思ってるんですけど、思おうとして忘れるんでほしいけど、ね、なかなかね。で、やるよからちょっとやるのは宿を貸したってね、そういうことはどういうことになるかというのですね、どうなってるんだろうね。それから、新化し父なりしよう。ね、ウグイスの夏に、ウグイスの男性ですね、昔聞いたような、ね、私の彼の声じゃないかと、しかし、もみじり葉になれば、枯れた葉っぱになればね、父になるときは彼冷たいの、この女性ね、とうとう彼冷たいで、だからどのような状態にね、その作者、千代天半さんにいたかとか、そこから見えてくるんでね、最後にはこの女性は、ね、自分も不幸になっていく、実際は、ね、不幸になっていくんだけど、一緒にならないというね、お互いが反省していくんだけどね。そういうね、歌詞でね、僕は何を感動するかというとね、昔の人たちは非常に大らかだったんだなと、あからさに自分のことをすぐ歌うわけね、あからさに自分のことをね、恥ずかしもなく歌っていくという、この大らかさの時代は受け入れる寛容性があったという、この時、あの宮本さんのね、セリマはもう放送用語禁止とかわけのほうがあるんでね、セクハラとかね、もう分かる分かるんでね。だんだんその表現が狭まってきてるというね、なんて許容度のね、住まい時代になってきたんだろうと、そういう時代というのは、ね、意外とね、独裁というのは暗黒時代が到来する時代なんですよね。だから我々はこういう暗黒の時代をね、その来ないようにするためにもう一度これを復活させるというね、役割があるかもしれない。そこに沖縄のね、この大らかさ、ね、もう一度我々は掴んで
沖縄から発信するという、ね、まあ、そのことは観光とも相反しないというね。観光というのは、ね、光を見るというんですかね、神の様の神で見る光と、ね、何の光を見るかというと、こんなのはライトではないですよね。それは薄なる魂の光を見るんですね。そういう魂の光とのどこにあるかというと、これは伝統芸能とか、ね、先人たちの歴史の、ね、中にしっかりはまれているね。だからそういう意味では沖縄の資料を、ね、奪還されもう一度、ね、魂を込める作業でしょうかもしれない。ちょうどいい時期になった時に我が県連は敗北してしまって、どうしたのかが方法という方法の手に前を回っている。しかし不思議なことによく見るとこの選挙の結果が良かったというところもある。我が同志が落選したことはちょっとね、寂しくなるけどね。でこれはある意味じゃ過去戻りしてしまって、保守革新という過去に戻ったと。しかし真ん中にポツンと中道派が出来上がったという、ね、暴れ、ね、中道派が出来上がったと。これは右左が今後この中道派をねこうこうせざるを得ないから非常に苦労する。中山政権もね、簡単にはこの一括交付金を使えないということ、非常に監視が厳しくなってきてね、大体沖縄が看板をかけながら、中には大和と言っちゃ変ですけど、この人たちがよく予算を食べる能力があるからね、実は沖縄に予算が投げられても、沖縄のね、なんていうかな、不況な島渡しには届かない。ね、そういうことが分かったかな。だからね、ちょっと。ね、ムードがあるところから急にね、こんなことやったんですけど、それじゃあ、まあ、こういう歌詞をね、目が見えなくてしまって、64歳ですから。意外とね、大変ですね。それではコーラスも参加してくれませんか。はい、まあ、昔の意外と本当ジョン・ポッターが指摘した通り、何も新しいことしてないですね。知りて新しいといえば私が復活したというだけのことしか知れないです。私がなぜそんなに悩んできたかというと、結局いろんなアレンジャーたちと作業してきたんですが、結局どんなお化粧しても化粧しても自分のソウルを乗せることができなかった。そうなるとどうすればいいかということをずっと考えてあげて、自分がコントロールできる仲間たちというか、自分が消化できる仲間たちをずっともう訓練するしかないというところに達したんですね。もうその間はもう結構スクリスもないという、まあね、それから意外と僕の偏見を、僕たちの偏見があって、沖縄のマスコミでは意外とね、かなりパーチでやってきたという、まあ最近はどこに原因があるか大体分かってきたんですけど、まあ、基本的には私に原因がある余計なことを喋りすぎる、余計なことを喋らなければ僕はもっと儲かる、ね、まあそこから、ね、総括をしながら世の中を見ていくんで ね、今日はそういうこともできればいいな。ハイサイハイサイチチミソリ、うちな沖縄はどこのもんですか。空やアメリカ飛行機のゴーゴーパラパラやガマサの海やホテルのケータッチタクントララにヤマトの湯アギサカサギトールクラーバーバタブトテンテンイサソイサイ、さっきもじってあの頃怒ってたな、すぐなんていうか、沖縄の女性として沖縄の男性を無視して他の人と結婚して、お腹ね、二重そこで歩いてる、威張って歩いてるみたいな、頭に来てね、まあ、クラバーにね引っ掛けて歌ったんですけどね、わかる、皆さんもそういう、ごめんね、まあ、そういう時代があったわけね。ね、はい、さい、はい、さい、失礼するね、ハブマルウトルチクラサラン山やゴルフの経費ゴルフ場が流行ってね、キリアネーラン、ハギモモね、マーニンイカラムチナンチュウハカフテアナフテクラスガイアってね、ね、わかるよね、ね、ハイサイハイサイチシメソリウチナー名物パチンコやティンカルウチカル軍用地でね、ウヤッパスルね、ウヤッパスルって浅ましムン、あ、ムンドウシャ浅ましムン、ティーラヤイリからアガエンジン太陽西からアガツってわけね、ねえ、ね、あがいで、人のねえらんあたこうは、これ島渡しね、
もう大体日本からじゃ墓でね、もう青森持ってきて結構お金もないからなんかもういないしね、よく墓の前で三味線弾いたら飲んでつけるでしょ。ここにも表してるわけね。まあ2番はね、まあ要は岩頂滝とあたりは、これはもう政治家文化人ね、ね、ニーベイ国交にさそうするように沖縄の政治家文化人はね、もう一つスカッとしてくれ欲しいだろうなってね。何が復権道だっていう、だいたい沖縄の復権道の失敗どこにあるかというとね、日本語で復権道したら問題があるよね。琉球語でね、復権道すればよかっただけのことなのよ。みんなあの頃だいたい復権道のことは最後ね、これ沖縄人が作ったもんではないのよ、はっきり言ってね。みんな雄弁な人たちが復権道したのよ、はっきり言って。だからいつまでたってもね、このシルクルトの層というのがね、中国が大和派のね、怨念をまだ消えてない。沖縄はもっとその真ん中にオリジンピープル、島は止めどもなく現状に、止めどもなく現状に近いね、私のような人がいるわけね。だから私を無視しないっていうね、まあそういうところだと、いろんなものを使ったというね、まあありますので聞いてくださいね。今はまたこういうね、その先の音楽がほとんど聞かれるわけでしょ。僕の大ファンなのよ、僕の大ファンではあるけど、迷惑かかるのは聞いてね、もう酔ってしまっている、ほとんど全体の風景を読めないという、これがしまうわ。大半地点で有事人類
影に丸き地廃藩置県も許してあげようではないか、そうす人類を一つにしようではないかという歌詞を歌ったんですね。それから1609年は皆さん知ってますかと、ね、薩摩が沖縄を追った年だと。事実、民主党が政権を取った時は、ね、薩摩が沖縄侵攻してちょうど400年と節目だったんですね。この歴史的政権交代の中に沖縄の歴史が含まれているかがテーマだったんですね。しかし沖縄の、ね、基地問題から、ね、火がついて政権を取ったにもかかわらず沖縄基地問題は中途半端で放り上げるからそういうことになってしまったわけね。ね、要はこの沖縄基地問題が本当に400年という歴史の中の ね、 ね、沖縄が大和と一緒になれるかというリトマス紙だったんですね。リトマス紙ね、だからもう一度まだ小沢と鳩山は死んでませんから看護はやがて死にそうだけど、ね、看護は看護機が減りそうなんですけどまだ呼び返すことができる ね、 ね、だからそういうことをしながらやっていくというね。まあ即復帰の時はちょうどね大和と沖縄もね民主自治というのをお互いがねこうでね様子を伺いながら接していたというね。しかしそれはいつまで沖縄の財産までどこに行ったかわからないというね。さあ生沖縄はパラダイスと天国みたいに観光客も多いと、美しい女性も東京から来るとね、島岡たちもこの美しい女性同士でどっか毎日忙しいという感じはしませんでしたよね。ね、神の島だよパラダイス、ね、お神はまあてもう遠がない沖縄の神はみんな穴が開いてね漏れて水を持ってるんだって ね、 ね、皆さん私はもう一度ね、あのなんていうのかな、沖縄と大和が協力していく方法は日本人を捨てること、沖縄人を捨てることだね。もうどういう宣言をするかというと、ね、地球人宣言、そこでしか出会えない、そうしないと戦争を起こすんだ、ね、
私は何も琉球人が素晴らしいと思ってもっとふざけるかもしれないけどね、そういうところもある。大体ね、確信を発したり知ると狂うとね、頑固と進歩とというね、そういうよく見ていくとね、この正体をかね、無理やり連れて行かれるその家庭を見ていくとね、非常にね、あの少年王でもいいし、その琉球将軍に見るうちにね、くだらない喧嘩してるよね、受け合うし、まあ、これはね、なんていうの、なんか、総合事務局の主はなんだ、あの総合事務局の上は内閣府の思うつもりだね。だってね、総合事務局はなくすと言ったのにね、またなくされてやるみたいな、それは民主党が言われるんだから、だからその辺はね、みんなが見抜けばいいのにね。つまり沖縄は反植民地のことはいかがなものか。私ならばもっと沖縄を堂々と世界に対してプレゼントをする、ね、そうあれば日本のね、その戦争のね、一つのそのトラウマ、ね、東南アジア、アジアとね、東北アジア、あら世界とのこの戦争のつながりを沖縄が外交して溶かすことができる、ね、韓国であろう、北朝鮮であろう、台湾であろうが、ね、東南アジア、ね、インドネシアであろう、全部沖縄と外交していくべきですから、中国であろうが、ね、アメリカも。よろしく。ということで、喋りすぎるからスポンサーが逃げてしまうという。だから、何か僕らそうやったってしまう。正直、あんた、ちょっと嘘つけるようになればなというですね。確かにね、嘘をね、ちょっと練習してるんですけどね。ね、練習してるんですけどね。どうしても疑問が湧いてるんですね。お友達は子供の時には絶対嘘つかないことを教育してないから、年取って大人になるともっと丸くなりなさいってことね。丸くなりなさいってことは妥協しなさいってこと、妥協しなさいってことは嘘をついてみようってことね。子供の時教育したものになんでね、年取ってから今日にね、丸くなりなさいって言えるのかね。だからどうしても僕は母親が父親が嘘をつくのと教えてから、どうしても丸くなれないでよろしく。命を育てる海が島を洗う明日の島、全ての武器が奪おうとして奪えないもの、それは私たちの熱い願い、ドドドン、トタドン、波がどこまでも渡るよ。必ず花見のない島を、命を育てる海が島を洗う明日の島、自分伝えていこう、それは私たちの命の叫び、ドドドンドドドン、波がどこまでも渡るよ。いつかいつか必ず花見の前にしまおう。
沖縄の戦う誇り。ドドドンドドドン、波がどこまでも渡るよ。波のない世界よ、いつかいつか必ず波のない世界よ。高等弁務官と言ったんですよ、ね、新田当時の時代ね。これは帝王のごく沖縄の車だったと。だからといってね、それじゃあ大和におりせ、今度は米国が来る前の沖縄はどうだったかというとね、実際は奈良原県知事という帝王のごく振る舞った人たちですね。この人たちがほとんどの沖縄の農民の土地を全部持っていっちゃうね、騙して取ってるんじゃないですか。だから常に沖縄のもともとオリジンピープルたちは財産がないという、そういうこともよくね、歴史が深く割っているね、いろんなことが見えてくるね。まあしかしもういいよ、許したらというか、ちょうどない。だから私は戦争の時も常に先頭に立ったのが沖縄の人でした。北海道の人でしたね、アイヌの方々でしたね、在日朝鮮人だったっすよ ね大変な時でも先頭になるっすよ ね。と一番権力者の人の方が安穏としてね、平和運動も常に沖縄の戦闘、なんでアメリカだけ終わりのね、軍隊はね、自衛隊の方とか米軍だとか中国軍だとか同じように、もうこの人類には不必要なものなんて無用の仕事だったんで、私はある少女のレイプ事件の時にね、米軍がね、3名でね、そのレイプした事件から燃えたんですけどね、それもう一つの事件があったってね。それはどういう事件かというと、元自衛官がレイプしたんです。これが一面トップに挙げた人が元自衛官ということになってしまって、みんな黙って死ぬ気分でいたね。だから私はもう一度、自衛隊であろうが米軍であろうがね、私はその人間を批判するんじゃないですよ。やはり暴力と一つのはね、中にどうしてもその、ね、安全保障となるとね、それはそういうことがあるかもしれないんですけどね、人間としては否定しませんけどね、やはりそこからまでストレスによってね、人々、ね、あるいは幼い子供とかにレイプしていくことは、自衛隊であるか米軍と関係ない。そういうはっきり米軍であるか自衛隊であるか、はっきり物を言えるような平凡の者をやらなくちゃいけない。よろしく。ただ日本政府からよそ者というか物を言えない必要がない。それじゃあ、その時の地原昇聞いてますね。その時、那覇知事と猛烈に戦ってね、死んでいった人は素晴らしい人がいますね。大変なコメント、尊敬してですね、聞いてください。
一芝一無いまき情きやこうちなる世に語らりるじゃなきる人や人の情け愛の雨降らすじゃなうちなじゃなうちなるこの島にいつまでもいつまでも沙汰の口牛にしてたり島にしてたり哀れな子じゃな許さないからね。はい、新里。一枚持ったね。この人のギャンブルだ。ほとんどギャンブルで身を崩してる僕の友人。まああんまり僕と変わりはないけどね。あったもいい。ありがとうございます。あなたが返事をしてるとだん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 バカあのギャンブルしかないからよろしくね。はい。平和の花は咲かす
ち上がりの海から波打ち跳ね上げる絡みが愛島に面相地あげあげ平和の花が咲く風吹けよ雨降れよ内なる島に風吹きよ雨吹きよ内なる島に
た前にちょっとですね、指を直そうということで、まあ、撮ってるところはカメラマンが気に入ったんですけどね。でもやっぱり少しね、そういう錯覚させたところは相場のところがあるんですね。未来行かないね。沖縄は陰陽で呼ぶ地名も陰陽で呼ぶ、陰陽で呼ぶ浜、膝、浜、膝の村は浜、膝。僕らの島村、あの村は島村ですから、ひ、東ですね、東、膝島だからね、東と島は陰陽で呼ぶですね。みんなそういう呼び方するんですね、沖縄の場合は。ただ一つだけチャッチング仕組みというのがチャッチを仕組むというのは、てっぺんを押さえるというのは、沖縄の頭が歴史的に押さえられているところの問題だと。それは、少年を一緒に取って9年、薩摩侵略してきたときにね、鹿児島に幽閉されてたね。その時、それ広北文書、起床文書を書き去った。その時の、その起床文の裏に、ヤトのヤタガラスがね。ヤタガラスというのは、カラスが足が3つ。これは沖縄の御門にも通ずですね。沖縄の四方町というのは熊野権入の拝んでいったりね。それはヤタガラスとは何かというと、基本的には日の神、海地門、沖縄の三つの石をね、拝むという信仰がですね、海地門、ね、まあ、女波宮でもいいし、ね、まあ、そういう流れがあって、その希少物語でヤタガラスを反対にした印が刻印がされてですね、この方がどういうことを意味するかというと、それは日本の大いなる神道の沖縄に対する封印なんですね。神道文化、ね、どういうことかと言いますと、沖縄の首里城は流飛が本来はこう向かっているはずなんです。今はこう向かって喧嘩させる、だから沖縄の保守と革新が喧嘩するようになる、ね、沖縄のタクシーと運転代行が喧嘩させて、レンタカーの方がね、十分のそばに結ばってる、ね、沖縄からレンタカーを3分の1にすれば雇用がたくさん増えるんじゃないですか。本来はレンタカーで何一つも沖縄に利益が還元されない、ね、で利益が還元されない。だから要は沖縄の人たちが常に沖縄の、ね、県民なんか県立劇場、あれは昔は死刑があった場所なんですね。だからそこに死刑の洞窟みたいな建物で作られてて、あそこで沖縄の文化を死刑にして、ね、そして沖縄の博物館全く墓でしょうよ、墓の上に埋めて動けないようにしてね。だからそういう、そうして関係ね、日銀は一番赤が分かるね、沖縄的で、日銀が沖縄的で、沖縄の森が沖縄的ではないというね。だそういう作り方をなぜやるのか、私が欲しいねんだね。沖縄からこの創造アイデンティティ、何を申すかと言いますと、だから那覇市首里では困るの、これが茶中仕組み。本当は水那覇だと、沖縄はね、首里の中に那覇があったわけね。しかし今は那覇市首里になってるから、沖縄のてっぺんが抑え込まれてるからね。あとに首里の正規の勝ちじゃないですか。ありがたいな、本当よ、もう分かってますよね。ね、いや今日は嬉しいな。首里の誰かしらの県での若い人たちよ、県での若い人たち、いや嬉しいな、今日とっても嬉しい、ありがとう。首里王家の方ね、方がいらっしゃってる、ありがたいな、嬉しいな。して何をおたおとしてると思う、おしゃってるそう、それでね、未来辛いというのはどういう意味かというとね、これ意味よね、未来は昔のおもろのことを聞けばわかる。あがらいのうふぬし、東方の大主様というね、魔兵に向かって見れば、魔兵というのは真南を向かって見れば、変のという迷いの、変のついてるわけ、ね、火の鳥が踊って見まるであると。また手だが穴のうふぬし、また手だが穴のうふぬし、また手だが穴というのは、太陽は昔はあの未来から海の彼方の穴から出て西の穴に入るという考え方があったんですね、沖縄は、ね。だから沖縄はこの穴の太陽の地球に住んでいる二代の神々という、家内の神々、この二代の家内のね、太陽が出て、そして太陽が沈むという二代家内の信仰があるんですね。日の丸は、薩摩が沖縄のこの古
船にね、先頭の金三角形式といったら三角形ね、これは太陽に必ずね、船が出たら必ず戻ってくるように間違いだったんですね。三角形のと日の丸だってね、この日の丸はなんとなんと最初は日本の国旗はね、キクの顧問を出したのに、そしたらドイツが反対してね、こんな一かけの家紋を買ったのかをね、紋にするのは反対だったんです ね, ね、それを採用したのがこの日の丸であったんです。その日の丸を持って公募したのは開発、北海道の開発青年隊ね、開発青年隊の人たちでね、この開発青年隊どこから来たかというと島津から来た。島津も沖縄のね、侵略して文化も取ってますからね、島津の船の三角形の日の丸がある。でこの日の丸を持ってきて四角に収めた。だから、まあ、沖縄の運動もあの日の丸やりても本当は良くなかったねという感じはするけどね、実際は日の丸は私たちがから日本に行ったんだというね、そう言うと右翼に狙われる可能性があるってね。しかし私は右翼からはあれは左翼だって言うんですけどね、左翼からはあれは右翼だって言うんですけどね、私はどちらでもない、私は仲良く。いや、ミラーですね。うちなや片湯さん、うちなやこんな調査、うちなるなだや、うちなんちゅうのなだりやんどぐすよ、ちちみそり、うちなや片湯さん、うちなやみし、うちなるみれ、うちなるしがた、うちなやしらすさ、人の心の浅ましさ、金の髪、水の髪、地の髪、海の髪、天地は叫ぶよ、入れ金の一流くる。人や人の夏、虹や虹町、石や石町、木や木町、蟹や串町、人の勝負の自慢は、お無事の神、未来の神、親は藤の神の片湯さ、あまりやんど娘を立ちにする。これは太陽の大西様という、ね、まあ、こういう作品も歌いながら、これはずっと私は沖縄では沖縄の、ね、一つの文化がですね、上がり回り、ね、これは下手に向かってね、石山ハートから下手に向かっていくんですね、その泣き順回り、これは天野教授の沖縄の先祖が作ったというそちらです、そこにある、ね、泣き順回り、それから島順回り、なぜならば天山族という、まあ、アーマン中族というんですけど、その人たちがそこから流れてきて、ね、最後にはケルマン、ね、子孫は瀬中島でね、まあ、広がっていたというんですけどね。ああそうか、ああ、まあ、そうか、これ大事なポイントです。ああ、ごめんなさい。あのね、よく見ると沖縄はどこから来たかというのをよく探っていくとね、五条線というのがね、あれにね、プヨであるとかね、それはそれなんていうかな、まあ、くだら、しがぎなかなかとね、カヤとね、あとかね、で、あの辺と非常に密接な関係があるなって感じですね。だから今ちょうど名護ヒルさんという方がね、ある歴史的なその愛を見ようと努力してるんですけどね、あの玉子スクリプトね、ごぼうらの形してるんでね、ヒル口が。ごぼうらといえばね、沖縄でしか取れないしね、これが日本中の意識が出てくるということは、非常に沖縄の精神が日本中一時はね、席巻していたというね、事実がちょっと見えてくるんですね。だからそういうこともしながら、沖縄がね、たどってきたものを開けながら、なるべくならばね、ね、だって、北朝鮮とね、韓国が仲良くさせるという、沖縄が先頭の立場を考えてみたら、ね、
ね、それから何ていうのかな、まあベトナムはまず資本主義があって、ドイツはね、あベトナムは共産主義があってね、ドイツは資本主義があったというね、まあこの北朝鮮最後のこの分断後のね、国家をね、資本主義でもなく共産主義でもね、この沖縄から開けていって平和のね、いやそのまあ資本主義は共産主義基本的には戦争の武器を作ってるようにしたらね、軍産工程にやられてますからね、そうではないその文化のシフトというかね、ができればいいなと思ってですね。だからある意味で東日本のこの不幸をね、この人災と天災をね、複合をある意味で日本というのは文明の十字架にかけられてですね、この文明の十字架が復活することはやっぱりこの地球と共に生きるというね、新しいの地球にシフトされた、地球が主人公であるというね、ところに何ていうのかね、その文明をシフトする唯一の先端にいる民族であるはずなんです。日本人ならできるはずと考えていたらね、まあ、その中でもね、その日本人のトラウマと戦争のね、そのトラウマを抑えるのが沖縄があるんではないかと、私はちょっと探求しながらね、まあ、沖縄の戦争を食べながらね、まあ、いろんな世界中を楽しみながら、まあ、思ったりするときなんですけどね。だからまあ一つ、まあ壮大な夢を持ちながら歌ってるんですけど、みんなはね、理想と現実はという言い方をするんですけどね、私は理想のない現実と墓、あの砂漠と同じだと思うんです、砂漠ね。それから現実のない理想と墓場と同じなんですね、監督でね。やっぱり本当の理想と本当の現実は出会いますよ、はっきり言ってね。不完全な過去と不完全な未来というのは、ね、ぶつかって戦争しか生まないようになってですね、完全なる未来と完全なる過去というのは、これ永遠によって結ばれますからね。これはある意味では永遠とどこかというと地球に我々が帰るということですね。エデンの空から飛び出したこの文明ね、暴走した文明、もう一度地球に帰すという、ね、まあ昔のエデンの空からはね、楽しくないから出たんだと思うんですね。パソコンもないし、ゲームもないし、パチンコ屋もないし、ね、エデンの空ってただない受け身してきたからね、多分アダムというのは退屈で出ていたんでしょうね、本当はね。でそんな感覚する。だからパソコンもあって、ゲームもあって、いろんなものがあるような家でのそのを作れば楽しいなと思っている。多分自分がギャンブラーだったからね。僕はギャンブラーだったんだけど、ありがとうね。皆さん、気づきません？ずっと私の歌、音楽、歌を聴きながら、話を聞きながら。ミュージシャンというものは、表現者というものは、独裁者なんですよ、これ。自分勝手に喋ってるじゃん。ね、本当は許されるものではないんだよ。何から誤解を受けるわけね。意外と独裁者なんで。何か一言、質問があれば何でもお答えしますよ。先輩、何かないですか、サム先輩。あなたに質問いたらまたあなたに返されるから。ああ、そう。僕は確かに何でも返せる。不思議な才能を持ってる。ね、分からないことは分からないと言うことで素直に言う。ねえ、まあそういう才能があるね。沖縄の人なんだ。え？沖縄は沖縄の人なんだ。あ、ヒッター。確か沖縄の人の歌がある。けヒッツリヒッツリ。素晴らしい。全部取りなさいって言うでしょ。独裁したと全部取るから。はい、そうか。大先輩、僕は大先輩、腰座ってるから信じられないなって聞いてね、この人は盤上がりと言われて、ご覧させても、神さんとどちらがそういうのかな、ご覧させたら、もう80近い人、そこの人、自分で言うの、以上にもう信じないぐらい、お前、盤上がりって絶対にまっすぐ、ね、この人たちはまっすぐ歪んでる。なぜまっすぐ歪んでるか人、この人たちまだ気づかないのよ、ね、あのクリスタルね、ね、光電気が光を通ると光を屈してしまうからね、主観的に見るとまっすぐなんですけど、客観的に見ると歪んでるわけね、だからまっすぐ歪んでる。ごめんなさいね、まあ、要は何が言いたいと、主観と客観を合一できるような弱い力がないからね、これは、はい。
さ、あの冬さ、うちの旦那ちょんどならばちょんどあいげなちゃすがいうちの旦那ちょんど一丸しがたや変わらんさ変わるやよごごあいえなちゃすがいうちながなちょんどうがむんてうちなのさちしどてみんまんてくりそびあいえんまえちゃすがやうちなばなちょんどいやほいいやほいうちながなちょんどいやほいいやほいいやほいうちながなちょんどどうもありがとう。本当にね、まあ、こうして私の言いたい放題をよく使ってくれるのが分かりますね。まあ、これが選挙運動だったら非常にありがたいよね、本当に。しかし、見事に選挙落選してしまってね、勝手に手を挙げて当選して、勝手にやると放題して落選してしまったというね。まあ、しかしね、落選者いいよ、このままね、もう私、先週ね、この独立後、ね、私が政治家だって分かったことがある一つ。それは分からないことをたくさん分かってしまったというか、ね、それからでももうこれを分かると努力してしまってね、私の胃の中にね、小沢さんのなんてポリープね、竹間さんのポリープ、神さんのポリープも、連絡業のポリープもたくさん出てくる、これ手術してる、これ手術してるかって仕入れたかもしれない、ね、だから養蜂は脱線して病院に行けることができたんだけど ね、もう小沢君に見せとんでもう日本人を見るポリプしてしまうよ、ポリプ症候群ね。だから沖縄の問題というのは不思議なことでね、自民党連が民主党である沖縄問題と変えますと、これを分かってくださいよ。野球も47都道府県で野球してるんですけどね、最後の沖縄と日本になるから、ね、応援が NHK さんもね、今はここら辺は気づいてね、あまりそういう感情を出さなくなってるけどね、最初の頃大変だった。いや確かに県と県の戦いだったら一足日本と沖縄の戦いになってしまったという構想がね、そういう時代があった、ね、まあ、だん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 皆さんもね進化していって、ね、そういうことで なってるんですけどね、まあでも日本と沖縄ならば最初から日本で優勝した人と沖縄で優勝した人と戦わせるよね。ここに沖縄の大変な問題があるよ、ね、皆さんと日本と同じ方を並べるためのたくさんの県と戦わなくちゃいけないというね、ねね、だから沖縄の学生たちがね、まあ、春夏連覇をして、ね、最後の2冠を達成するというね、この民主党もね、衆議院と参議院をね、2冠達成すればいいのにね、途中で沖縄を置かない、変な方法に行ってしまって、ね、私を落選させてしまって、嬉しいわよし、あのね、僕の息子が来てるんだよね、オルファ。もしくはギターが好きで、その花をね、一回演奏するところで、
子供たちはいいの食べてるからね、うんじゃと思ったんじゃないや、いや、うんじゃでもっと大変だったでしょ。もう今食べる時も長男が一番大きいの、2番目が次男、3番僕四男だから、いつも最後でね、泣くほうらってんだよね。まああの時代ってのはみんなね、この人たちはもう毎日ガンにかかるようなファーストフードを食べて歩いてるからね。それじゃあもう一度花を立ってね、出そういきますので、ありがとうね、すべての人の心に花、予告の僕の顔から生まれた言葉だと思いません、すべての人の心に花を立ってね、私の顔を見た人じゃあまり想像できないのでね、いいのかな、いいですか、うん、花と知っておられ
で頑張りますよ。よろしく。その日か花子は咲かさない。